ハザーズ、イエーイ。あのね、あの今回エクスカリバーズビデオブログボリュームファッキン8で、今日のゲストは最近ちょっとネメシスで一発目第一話シーンのミナフベンチーズやってくれたバーンフォンホルテ、わっさー。左から右にビーチ A から N 東急東横線津田島にねI'm a hooligan 津田島ねまあ、俺も元々生まれは横浜なんで、ぶっちゃけね、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ横浜、そう、俺生まれ平塚だからね、平塚ね、おーっ、ぶっちゃけ鈴木さんもずっと横浜だよねそう、そうでしょ、確かに地区だっていうやっぱジャパニーズゲートだからね、ぶっちゃけでもまあ、そんな津田島ボーじゃないけどね、バンはサモア生まれ、タンザニア、タンザニアだ、あの異色な感じで生まれはタンザニアで、親父が日本で、おかんがサモア人、なるほど、おかんと何も言ってませんよ、おかんと英語と日本語を織り交ぜた、なるほど、じゃあサモアの言葉って言うのは、サモア語はあるんですけど、これ邪魔ない英語みたいな、そうですね、なんかサモア人会話するときしか使わない。だってサモア人とハーフって、俺もぶっちゃけ初めてだもん。結構その黒人とハーフって言うけど、そのまあアメリカ、まあイギリスとか、サモアいないっすね。僕も25、26年、他にサモア人あんまりやってない。でもバン、あの見た目めっちゃ外人だけど、中身多分俺より日本人だからね。はい。外人ザブです。そうね、いい意味で逆に、はい、とりあえず、今回は初の正面に入れて、またちょっと違う感じでね、やってみて、とりあえず、ネメシス、一発目の曲ね、あのイナフビッチーズ、イナフビッチーズ、あれを、まあ、そう、俺のデビューで作った時に、いや、これちょっとバーン面白いじゃないかと思って、で、バーンにも私、バーンがね、超気に入ってくれてたんで、超気に入って、トラックがもうめちゃくちゃやばい。でも、そのトラックもすぐ作ったっていう、そうだね、まあ基本一発撮りだったから、なんか出るが、その、なんとなくそういう、なんつうの、その下地になるような曲を出るが作るんで、で、この曲じゃあどうしようかって話になって、じゃあちょっと、じゃあ俺やらせてっつって、で、二人でね、そのさ、ちょうどさ、ね、ウクレレニューワールドのレコーディングの、なるほどね、なるほどね、出してくれて、疲れましたね、そうだね、したら、もうやばいじゃないですか、って。みたいな感じになったんですよね。だからあの曲は、でも多分同じの二度とできないからね。実際、もうあのビートはもう、できないですね。できない。レックも速攻で、ね、パッってやって。仕事超早かったよね。もうバン来て、いやまだちょっと半分書いたやつみたいな感じで、あ、すぐに、すぐ書けますみたいな感じで、すぐ書いたもんね、すぐ書けました。で、バカルディだ、なんか酒超飲みまくって、超飲んだ。そう、でも俺、あとさ、レコーディング前にあんだけ飲むやつ俺あんま見たことなかった。そう、すげえ飲んだ。あ、すごい。俺もそう、なるべく飲まないようにしてるけど、あの時もハードリッカー飲みまくってたじゃん。いけんのかなと思ったら、まあ、そう、で、20分ぐらいして、いけましたみたいな。よっしゃ、行こうみたいな。バーってやったら、バーの感じ超いいし、フローもめっちゃ良かったから、なんかその、で、まあもちろんマイクもノイマン超いいやつ使ってるから、変に重ねるよりも、シングルでバーってやった方が、バーの声とか、良さが出せるじゃん。で、そうだね、やつも超いいです。すごい生な感じがして、超いいですね、グリーブが。そうですね、そうですね。トラック自体も、基本体制って言ったら、要はマシンでリズムを合わせるようになるんですけど、基本体制も下げてないし、ポップな4バースとか8バースループでさ、かけるけど、あれは全部こう、全バース違う弾き方っていうか、もう俺とデビュー普通にそのまま弾いてたから、フリースタイル作ってたんで、カバーに力を向けたら、で、みんなも曲とかさ、すごいシンプルで、ね、まあ、シンプルにしたんだけど、とりあえず、ね、そのまあ、それが、今週、今週、18日、ネメシスさんだけど、そのまあ、バンもさ、ソロのアルバム10月ぐらいに出してたよね。出しました、ニューワールドオーダー。ニューワールドオーダーっていうね。全部レコーディングは、デルモラカトリー。Yeah, it's the bombing too.
We super fly ninjas from Africa, Tanzania, Mambo Vipi, Jumbo. My name is Ben. スペルは左から右に順に BAL 様はジャパニーズの DNA。バートだね、バート、いや、いいよね、同じサントニア、サントニアだね、うまいラウキだもんね。結構日本で同じタンザニア生まれのやつがあると思わなかった。うん、そうだね、はい、上がります。今日ママもう生まれも血もタンザニアなんですか？生まれはタンザニアで、血は日本とサモア。バートも？バート、バート、バートはモロタンザニアです。だよね、だよね。あれ日本人はびっくりだよね。バートはモロ、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 タンザニア。タンザニアで日本語が出てきた。そうそうそう。なるほどね。でもバート日本語喋るの？あいつ。バートだって毎日全部日本だ。あ、そうなんだ。俺バートで英語でしか喋ったことないよ。そう、そう、そうなんだ。バート日本語聞いたことないもん俺。マジで。マジで？なんであいつ外人のふりしてんの？バート、バート、なんでバート日本語喋れよ。もう俺ずっと俺バートは日本語喋れないと思ってて、いつも俺に会っても「スタッフサーガメン」って言われるから「わらーめん」みたいな感じで超合わせてたのに「わったファーク」「ああマジだ」って。バートめっちゃ日本語喋りますよ本当に。オーマイガー、それ今初めて知った。そうなんだ。まあ、この PV もね、あのヤングチャイルド、あのイン&スウェットキャッシュとかさ撮ってくれたやつ。あれめっちゃかっこいいですね。そう、あいつあのやつ、あのニューマニーとかも撮ってて、まあニューヨーク時代から一緒にいたやつで、あーあー、でもそのめくり合わせすごいっすよ。そう、もう向こうでみんな会ってたね、石君とか。そうそう、俺と石もって98年とか、だからもうそっからの付き合いだから14年とかだしね。めっちゃヒップホップが黄金期ってキラキラで、そうそうそう、キラキラで、そうそう、もう QB 大好きみたいなさ、モブディープナス大好きみたいな。そうそう、パンパイス。あのちょうどバーのアメブレイクでインタビューあったね。インタビュー終わってそのまま直行してきたぜ。そうそう、で結構デルスタからこう近いから、めっちゃ近い。そうそう、でまあ来て、来てので、バーのあれを見ながらの一番みたいなね。イヤーインザモザファッカービルディング、ネガあのね、あのこれ結構インヤスタイルだと思うけど、あの今日一瞬来るの誰も知らなくて急に来たから。急にね、ゲッションマン、アゲンマファッカーバッテリーを見た。バッテリーを見た、充電に来たね、人のうちに充電に来たからね。ネックスネックスネックスまあでもあの何気にしもエクスカリバーズビデオブルーに出るのが初だね。そうそう、ラジオはちょこちょこ出てるけど、でもまあとりあえずせっかく出たんだったら、まあとりあえずネクストね、宣伝もさ。You already know, man, NEXT と全国発売してるし、買ってるやつは NEXT だから、買ってないやつは NEXT じゃないから。必要だと俺はもう、なんかもうみんななんか手伝いで日本日本盛り上げようじゃなくて、俺はただ俺であるぜだけで。そう、俺たち、俺たちが自分で、自分が自分であるためだけのことが好きだね。まあだってぶっちゃけ10年前からやってること変わってないから。インアンドミルバファートバエレガー。で、まああの12月の21日だと、あのマヤ文明でね、まあ世界が終わるとか言われてるけども、そんな中でまあ久々に俺自身もね、まあ一緒の曲でね、そのまあインヤンっていうのも、まあインヤンが入ってる上で、あのプロデュースバイデルモンテで、まああの昔ね、あのチョイズ、チョイズ、まあお前がどう選ぶかって言って、選んだ後にじゃあ何を選ばれしと、選ばれたの超スソースだと。で、それもあの12月21日公開するわけです。まあ別に回してないけどね。まあ回してないけどね。すごいとこ見られたりするからね、たまにね。これいいこと言ったからばっさり全部切ったんですよ。めっちゃ切ったんだよ。最初に言った。俺が今パイパンだって話終わったからね。俺の自分で言うと、剃った方が長く見える。長く見える。そうそう。剃った後の方が、そう、剃った時に、お前さんはこんなにひどいやつだったのと思ったんだよ。おー、いろんな今死ぬまで、資源に隠れてたんだよ。マチュピチュアで。資源が取った瞬間、一回に交代になった。自分の中から交代されるゲーム。
宮殿が染めだった。そう、宮殿が染めだった。割とそうそう、あの失われていたあの昔の文明がさ、そう脈々と開けた。男でもいいじゃん。今日まあ今年はね、まあもうすぐ年の瀬でこれからね、師走とかあるけど、まあ本当にね、まあエクサリーとかフォルテでもリスナーズ見てるよさ、タクマとか、タクマ、そうそう、森口氏のさ、ニューヨークとかさ、で、ビーボーパークも一緒にだよね。あ、その時サントリーに一緒に出て、いや違うんだよ、俺のからね、あー僕も生まれて初めてやってライブしたってところはサーカスです。あ、本当に初ステージ。そう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 、俺と一緒はなんかサイファーやってて、その時日本でさ、あんまサイファーってなかったんだけど、日本のラッパーが全然サイファーに来なくて、あの、来ないのかっつったらタクマって来たの。おー、あいつまだ16歳だよ。やばい、16歳なんで、もう見た感じ、どう見ても今と変わんないけど今のままだからね。あっちゃん、そうそうそう、親父でしたからね。そう、あの、ボーンって来て、で、たくまが俺らに言うと、ちょ、めっちゃ英語かっこいいっす、英語やりたいっすとか言って、英語の理解超分かりたいって言ったから、いやまあ俺らニューヨークいたから、もう行っちゃえばいいじゃんって言ったら、たくまそうやって LA 行ったからよ。確かに。たくまはトラックから喋れたんですか。まあちょっとね、そのお母さんが、そうそう、あの台湾人みたいな。ね、でもあの時から、まあ、やる気が違うから16でさ、まあ、最近なんかこう、ね、リルナントとか出てるかもしれないけど、タクマがあの時に多分半端ないリルナントだよね。16歳、そう、16歳、もうリルタクマだよ。ネーミングと体格でもうギャップが激しい。ギャップ激しい。だって俺じゃない、俺と石からフュージョンしてくっついてもタクマよりでかくなんなかったんですよ。やばいよね、すげえでかいよね。体積勝負だったね。そうだね、結構ラップはね、そう、特に海外は結構体積勝負みたいなのがあるから。そんな前からもうやってたのもうすごい歴史がめっちゃ、うん、だってその時からもう多分 C だったな。そうだね。2002年、あ、その時は日本帰ってきて、ニューヨークの俺らの知り合いの方のマシーではなくて、なんかで、日本帰ってきて、俺らの知り合いの方が、いや、それ帰ってきたら、もともと広かったって言ってたんで、僕が皆さんに言って、そこで広かったって言って、一緒に行くんだって覚えてないんで、それは普通ですか。なんかね、まあ、ライブした時にバイスとかもね、感じました。そう、最近、今のさ、テレビ局で昔見たのが風邪ひとくチームです、本当に。ここにシーダーだよね。そう、しかもあの時に一回その、シーダーと、俺ら、イシトと、レッカ、レッカに行って、レッカに家でさ、レッカってやるのに、そう、レゲエの、あー、テレビで見たの。そうそう、だレッカの方が結構あの時に仲良かった。あ、そうなの。そうそうそう。で、レッカとかの家で、ちょいちょい見たよね。そうだよ。レッカ全員に調子したから。そう、レッカの家で踊りやるってさ、やばいんだけど、まあ日本帰ってきて、その6年、じゃあ2006年まあ、日本の中ではまだキャリアとしては6年ぐらいかもしれないけど、まあでもその時にちょっと破壊に行きたいっていうのもあったからさ、うん、そうですけど、まあでも楽しい感じだよね。一生効果も結構そうですけど、いや、ねえ、ねえで、まあその、まあその、まあエクスカリバーズ、エクスカリバーズ結構やりたいことができてるから、いや、俺思うけど、もうやりたいことはやりんじゃないって思わない。まあ、なんかこういうことがあったらいいなとか、そういう変なビジョンを描くよりも、ね、作ってんのがいいよね。そう、土台自分の、そう、自分がやりたいことをただやり続けるだけだから、そのためにお金が必要だったら仕事したいなとし、ラッパーは自己顕示欲の塊みたいな、うん、そうだね。もともとなんかみんなちょっと若干コンプレックスだったりするじゃん。そうなんですよ。コンプレックスだったりするじゃん。俺はその結構コンプレックスだった。俺は多分人生でだからコンプレックスだ。キーパーでかすぎるわ。Listen, bitch. Listen, bitch. You got, I got real with me. Big fan. I don't know. プレイヤーヘイターのやつらは愛好自己顕示欲だけ。
あ、そういうところそうそう、いや、あ、ちょっとこう思ったんやみたいなさ、これはただ単にそしてあの虫食ってうんこしてるだけですみたいなさ、そういうことやってるだけなのに、それでここにあるんですから、ね、そこに他になんかいろんな要素が埋めてねえとか、うん、人が入ってねえとかじゃないですよね。そこができてれば、うん、なんかみんながやっか、あ、考えるなら一般性とかに全然できてほしい。だからいいと思うんだよ。あとそのなんか結構ヒップホップって言ったらさ、それはリリカルだよね。みんななんかパーティーハーダーが小さくのイメージが終わるけど、結構その本当にいろんな言葉をフリップして、してて結構そのまあ一緒だって言ってましたけど、まあバンドさ、目の前にあるのを現実が辛いって、これがムカつくって言い方しなくて、そのいろんな言葉同士が変わらないとさ、でも本来そこをさ、ね、理解してくれれば、もっと楽しくなる。本当そう思う。理解してさ、自分が自分であるように自分に自由になる。自分が自分になっちゃうって話し、犠牲とかってやっぱあるけど、腹の部分になる。やりたいことができれば、やりたいことができてるからすごい気持ちいい。まず、まあ、今の社会だ、世間のしがらみだってあるって、俺らは別に誰にもさ縛らず言いたいことだって、そういう分の犠牲も払ってたら、ただ辛いとは思わない。その分だって金はなきゃいけないし、よく出すって言ってやっぱりあれ根底からブレない芯がある。絶対曲げない誰でかのと、まあ、いやでもなるけど人間も結構嫌いさが曲げないよ、お前自分の意見って。日本来たら負けなきゃダメだよ。日本は日本のやり方があるんだから、日本人になるんだったら散々言わない。人のことを空気使って読んで、ちょっと人のことリスペクトしなきゃダメだよって言ってたやつが、今何枚も言ってねえみたいなさ、 Fuck you niggas We the one who the best We the super Me and Saga and the band 今締めるエクスカリバースボリュームラディオ88、そうそう、まあバーンエクスカリバースネルボーケサガミ、huh? Next, and Excalibur's album is gonna coming out, so you better check that shit out. And bam, of course, fold that fool against representing Kanagawa. Long time Kata. Superfly, bang, DJ Bud.